さんこんにちは。そして初めまして、いらっしゃいませ。メイクアップアーティストのチェヒダカです。今日はですね、ちょっといつもと違う雰囲気でお送りしてるんですけれども、今日私は事務所のビットスターさんのスタジオにおります。今日はちょっと違う撮影でお邪魔してたんですけど、その時にメイクをするっていう工程があったので、ちょっと撮影の時どんな違いを出してるかっていうのをみんなにねお伝えできればなと思うので、今日は爆速で終わらせるから、みんな爆速撮影用メイクをしていきたいと思います。気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。まずはね、ベースこちら使っていきます。オルビスのスキンモイスチャーベース、化粧下地ですね。 SPF28 の PA3+。 これは、オルビス縛りの動画をした時にも紹介したんだけど、カラーがね絶妙なんだよね。ピンクすぎずオレンジすぎずっていう感じで、ちょっとね撮影いつもこのスタジオで撮るときは光がね青いときが多いんだよね。ちょっと顔のねトーンも持ってかれるときがあるので、ちょっとオレンジとピンクでトーンアップする感じにしていきます。急いでるのでブレンダーで伸ばしていきます。トーンアップするんだけど、全然ね白浮きした感じにはならないから、このベースおすすめです。しかもね手頃だったと思う。 SPF28 だっけ、うん28だね。わあ、ちょっとこれからの季節もうちょっとあってくれると、なんか1日もう効かないんだけどね、日焼け止め効果って。でもちょっと安心かなと思うんだけど、日常生活だったら全然問題ない範囲かなと思います。こんな感じで下地、すごくない？光り方すごくない？これちょっとあるパックを使ってるんだけど、それがめちゃくちゃ良くて、でもめちゃめちゃ高くて、ちょっとなんかすごい、なんていうの、進めたいけど高いねみたいな感じで、ちょっとあれなんだけど、めちゃめちゃいい。わかるよね、みんな見てても分かりますよね。ものすごい、そう、ものすごいツヤなの。なんかもう仕込みとか、ツヤ仕込みとかいらないよね。内側からのハイライトみたいな。あ、それまさにそれ。ファンデーションいきます。こちらケイトのリアルカバーリキッドライトグローっていうファンデーションですね。02番のカラーを使っていきます。このファンデーションはケイト史上一番良いぞ。なんか今までどうしても、なんだろうな、ケイトって乾燥しがちだったりとかってあったんだけど、これは年齢重ねてちょっと、なんだろう、乾燥感も出てきた私の肌にも合うし、とってもね良いです。ちょっと今日ツヤ感残したままにしたいんだけど、でも照明今3発咲いてるから、あまりにもグローすぎる肌にしちゃうと、まあ、撮影の目的は今回はツヤだったからそれでいいんだけど、なんていうの、なんか違う目的のメイクの時あまりにもツヤ出ちゃうと、特にテレビとか撮影だと、あの人テカってるねみたいな感じの印象になっちゃうから、マットにすることが多いんだけど、このファンデーションだと程よいセミマットみたいな感じに仕上がるので、すごい好きです。でちょっと使い続けてみてるんだけど、日常のメイクにもちょうどいいぐらいの薄さになるし、あとねロングラスティングだと思う。まだね暑くなってないし、30度とか言ってるわけじゃないから参考になるか分かんないけど、でもね皮脂崩れとかは感じないかな。はい、ささっと仕上げるとこんな感じです。で下のツヤ感がまだ出つつも、アラが均一になって綺麗になったと思う。まだちょっと目の下のここのあたり、クマじゃないけどちょっとなんかくすんでる感じがするので、この前も紹介したコスデコのトーンパーフェクティングパレットの01番、このコンシーラーのちょっとオレンジ味があるカラーがあるんだけど、これを使ってここ色をちょっとね飛ばしていきますね。これだけでもまあ飛んだ感じはあるけど、まだちょっとねオレンジ残ってるよね。なのでコンシーラーはね必ずと言っていいほどダブル使いしてください。これは今ねカラーで補正したの。そしたら自分のね肌色と同じカラー、私は混ぜたぐらいなんだけど、をこの上にのせてってあげます。そうすると自然にね隠れていくので
ですよ。私はメイクの時に結構ガッツリね下まぶたも塗っちゃう人なので、今目小さくなったの分かるかな、結構目のね際ギリギリまでコンシーラー入れちゃって右目小さいでしょ。本当だ、ね、そう、このエフェクトが嫌な人は本当にここだけ、目の際ギリギリまでやらない方がいいと思う。ここの本当に青いくすんでるところだけをタッピングしてあげるといいんだけど、私はもうなんかベースとしてコンシーラーも使いたいので、特に撮影の時のメイクとかはこんな感じで仕上げていきます。マネージャーの秋元さんはコンシーラーとパウダーだけで仕上げるっていう、その今時の若者のメイクなんですけど、本当でもね若いからできるんだと思うよそれ。本当にだってコンシーラーだけでここ仕上げてもこことかこことかみたいな感じになるともう全顔コンシーラーになるからいつもはそこまで私ブロンコントワリングってしないんだけれども、やっぱり撮影だと強めのねライトを使ったりするのでコントワリングします。でコントワリングは影を作ることによって自分のね顔のねこのデコボコっていうのをより強調してメリハリがある顔にしていく、なんちゅうの、顔の補正下着みたいなことなんだけど、影を作り出すのでちょっとねグレーなカラーを使うのがベストなんだけど、そうするとねそれはそれで私の顔ってなんかねちょっとね汚らしい感じにねちょっと引っ張られちゃうのね。ここら辺のテクスチャーとかも昔のニキビの跡とかがあるから、なので私は自分の肌色より3シェードぐらいかな、濃いめのこのファンデーションを使ってきます。ファンデーションをちょっと立体的にしたいところって、ここここ頬骨のところと、あとはちょっとここがねキュッとしてるといいかな。で私鼻の高さはねある方なので、あとはこのエラのところとか、コントワリングって調べるとやり方出てくると思うんだけど、あの通りやっても自分の理想の顔にはならないと思うのね。自分が細くしたいところとか出っ張らせたいところにつけるっていうのが大事なので、なんか一概にあれではないということを覚えておくといいかもしれないです。こんな感じでタッピングしてってあげるとなんとなく顔に温かみがプラスされていくので、あ、濃かったのっぺらぼう感はねなくなっていくと思います。色がさ一生合ってなかったりするじゃない。あ、確かに。なんていうの、みんなこれ使ってるからこれ使うって言って使ってもさなんか違うっていうのあると思うから、みんなが使ってるからいいってわけじゃないんだよね。でちょっと今下にね行き過ぎちゃったので白目のコンシーラーで調節してきます。まあ、ちょっとずつ広げればそこまで広がって汚くなっちゃうことはないのかもしれないけど、こんな感じで後でいくらでも調節できるからさ、怖がらず何回も失敗することがキーだと思うからやってみたらいいよ。今私ちょっとねブレンダーが大きくてこの黒目の内側まで入っちゃったんだけど、ここまで入っちゃうとなんちゅうのプロレスラーみたいになりがちだから、ちょっとそこも消しながらブレンドしつつ塗っていきます。ちょっと黒いかなと思うのでこのねコンシーラーとか、まあ、ファンデーションでもいいんだけど取ってあげて、顔のね中心部今度はハイライトしたいところにつけてあげて中心部を白くしてあげるとすごい陰影が陰影ついた？つきました。でなんか首のね筋出したい人とかはここ2本入れてあげるとちょっとシュッとしたりするよね。みんなそれぞれやっぱりさ細くしたいところとか長くしたいところとか短くしたいところ違うから、恐れずにいろいろやってみてください。パウダーでセットしていきます。で通常はトランスルーセントのパウダー使うんだけど、今日はなんかどこまで濃くしたらいいか分かんなかったので、この、インテグレートグレイシーのパウダーファンデーションになるのかな、なんだけどこれをねちょっとつけていきます。でマットさを作ってきます。まずおでこ、いいだね。
鼻ね、なんか雑誌とかさ、動画撮影とかさ、テレビとかさ、映画とか、それぞれ私も入ったことない現場あるけど、やっぱり作ってる肌とかを見るとみんな目指すとこ違うんだなと思います。結構今ね全顔セットしたんだけど、下にちょっとだけ暗みがあるファンデーションとかが入ってるから、ほんのちょっとでいいんだよね。なんか本当にグンってする必要はなくて、ちょっとだけ影が出てたりするとすごく自然だと思います。でこれでまだ決まらないなと思ったら、ちょっと自分用の肌より暗めのパウダーとかファンデーション、これはねシャーロット・ティルブリーのエアブラッシュブロンザーなんだけど、をちょっと足してってあげて、より骨格を出してあげます。でもやっぱりその撮影の仕上がりの目的とかによって変えるから、やっぱり毎回つけるものじゃなかったりもするし、その現場現場によるよね。今日はスキンケア製品の撮影だったので、そこまでカラーで遊ぶことはないです。本当にベーシックで仕上げようと思うので、眉毛はこれはねオルビスのアイブローコンパクトパレットのナチュラルブラウン、こちらを使っていこうと思います。真ん中のカラーでこの眉尻から描いてきます。眉尻が一番濃くなるようなイメージで、眉頭の方を薄くしていって、眉頭がなんか決まりづらい方、グラデーションつきにくいっていう方はこっちじゃなくて一瞬こっちにしてあげるといいかも。こっちに向かってアイシャドウをブレンドする感じでしてあげると、綺麗に眉頭の方までブレンドできるかもしれないです。やってみてね。そしたら眉マスカラ、これもオルビスなんだけど、オルビスの動画かなこれは。オルビスのアイブローマスカラのブラウン、こちらで仕上げていきます。これもね本当に眉頭立ててくれるからいいんだよね。あと、まあ、本当にブラウンにしたい方はこう一旦こう逆毛立てて、で表と裏つける感じ。でもあんまりごってりにしたくないよっていう方、ナチュラル感を残したいよっていう方は表だけつけてあげるとちょっと黒いところ見えてナチュラルかなと思います。私は眉頭とかもがっつり立てるのが好きなので、こんな感じで仕上げてベースメイクは完成です。特にハイライトとか入れてないけどまだツヤ出てるね。やっぱねベースのスキンケア作りって大事よね。本当に一日のメイクの持ちとかも違うし、ぜひぜひ大事な日のねメイクの時は前日またはメイクの直前でもいいんだけど、マスカラとか落ちやすい人は40分前ぐらいにパックとかはしてるといいかな。ここにね浸透しちゃってると水分で重さで下がってきちゃうので、スキンケアはねちょっと前にしといた方がいいかもしれない。チークいきます。あ、チークじゃないね、アイシャドウだね。アイシャドウいきます。アイシャドウはね今日はカラーものは使わないので、このスクのシグニチャーカラーアイズの03番、このなんちゅうの無難なブラウン、ちょっと衣装もね多分今日ゴールドと黒かなと思ってたので、これを使っていきたいと思います。まずはこのマットなカラーをこの大きめのフラットのブラシに取って、アイホール全体にさささっと入れてきます。まあ、もちろん撮影メイクで照明がたかれているから濃くしないと飛んじゃうっていうのはあるんだけど、でもさやっぱりスキンケアの動画を撮るときってメイク濃くしちゃうと何の動画が分からなくなっちゃったりとか、イメージがさ変わっちゃったりするので、馴染むような薄めの薄めのブラウンメイクって言ったらいいかな、それぐらいの頃合いのアイシャドウにしていきたいと思います。ベースこんな感じ、もうこれだけでも結構濃いんだけど、じゃあこのメインカラーをいつも結構上まで広げちゃうんだけど、今日はちょっと下ぐらいまでを意識して、しかもちょっとブラシを横に動かしつつそこまで発色
しないようにのせてきます。はい、はい、トントンするのには何か意味があるんですか？トントン、あー、そう、そっか、もう無意識だったわ。本当はね、良くないねあのティッシュとかを引いた方がいい。家の感覚でやっちゃったらごめんなさい。あのこうやってしてあげるといらない余分な粉が飛ぶんですよ。そうするとあの一気にわってつかない。だからわーいっぱいついちゃった、ブレンドできない、もう一生できないみたいな感じになりにくい、うん、かなりねうちみたいな感じになっちゃった、ごめんね。現場とかではここでやる一回ダンクしてやります。 BA さんとかでもさ、これ作法決まってるとこあるよね。なんかさ、ディオールはこうペーパーをこうってトゥントゥンって、ね、あるよね、トゥントゥンってするとか。本来はここら辺でやった方がいいな、ごめん。アレルギーとかある人は気をつけなきゃいけないと思うんだけど、私は大丈夫だし、なんか常にこうメイクした後わーってウェットティッシュとかで拭いてるから気にならなくてやっちゃうけど、まあ言ったらこの粉が見えなくても落ちるから、白いカーペットでやっていう方はしない方がいいかもあ、ちょっと濃くなっちゃった、やっちゃってよ話してるうちに夢中になって濃くしてしまいました。スキンケアだから下はあんまり入れない方が良かったかもしれないね。でちょっとだけこの一番濃い締め色で締めていきます。今日はキュートにはしたくないので、でもきつくもなりすぎたくない、キツネキャットタヌキみたいな感じかな、うん、ちょっと平行ぐらいを意識して入れてきます。私はね、目頭にこれ必ず入れるんだけど、ここの幅が近い人多分な、あの秋元さんとか入れなくていいと思う。本当もう十分近いと思う。近いですか？みんなそれに憧れるんだよね、こう球心顔って言ってさ、ちょっとここでこれちょっと詰まってる感じ。私 ちょっと横に散らばってるから、ここにここに入れてあげるとなんかね寄るんだよね、すごいよねメイクの力ってね。マスカラしていきます。クイックラッシュカラーでがっつり上げていきます。なんかさ、やっぱりそれぞれみんな研究してるなと思う。ちょっとずつ違うんだよね。そして実はみんな一人ずつ自分に一番合うそのテクニックとか持ってたりするのよね。だからみんなからメイクの仕方を聞いたりすると、結構目から鱗なことたくさんある。あ、そうやるんだとか新しいね発見があるし、最近の欧米メイクとか見てるとトレンドがね全然変わってきていて、さっきのコントアリングとかハイライトのやり方も変わってきてるんだよね。なのでメイクってどんどん進化していくし、その時に旬な顔も変わっていくから面白いよね。濃かったかな？いや、もう濃いっていう印象は。あ、本当？大丈夫です。ちょっとインライン怖くてできないよね、できない人はできないと思ういや本当にあの入れますよって言ってもガタ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 ってしちゃう人は入れれなくて、だからマスカラも人にやられるのは嫌な人がいるから、まあ、渡したりするんだけど、反射でどうしても我慢しててもなっちゃう人はうわうわうわってなっちゃうからしょうがなかったりするよね。あとあの涙目になっちゃう人、あれも止められないじゃん、どんなんしても。あ、本当出ちゃうんだ。私ね一生出ない人なんだよね。あ、なんか目が赤い。そうだから目元を何されても大丈夫なの私。ずっと目開けてられるみたいな。あ、大丈夫大丈夫。人によってさやっぱ違うよね。これはコスデコのねパウダーブラシの OR201 番で、確かね限定品なんですよ。これを、斜めにちょっと調節しながら入れていきますね。リップどうしようかな。 B アイドルのコナレベージュ、これは本当にね万能。はい、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。
今日は爆速撮影用メイク何分ぐらいかかったんだろう。でも結構かかっちゃったから30分してみました。写真撮る時とか、あの証明書の写真とか、家族の記念の写真とか撮る機会って結構ね多いよね。今はなんかね自分たちで撮る方多いよね。その儀式じゃなくて行事ができなくなってる分、そう、あのプロのカメラマンに頼んでやるって方が増えてるみたいなので、そう、撮影のねメイクが知りたいですって言ってる方もいらっしゃったので、そう、撮影のね種類にもよるからちょっと一概にねこれがいいとも言えないんだけれども、ちょっとでもね参考になったら嬉しいなと思います。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。この動画良かったなと思ってくれた方はぜひぜひグッドボタン、そしてまだ登録されていない方はぜひぜひ登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイみんな。隠せない。